はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、オブライエンです。さあ本日なんですが、ボルカニックデッキをですね、組んできました。診断で強化されましたんでね、こちらご紹介していこうと思います。はい、ボルカニックというテーマ、どういうテーマかというと、バーンダメージで相手のライフを削り取っていくという、まあ、テーマになっていまして、新しい新エースがね追加されております。ボルカニックエンペラー、かっこいいですね。自分のフィールド墓地から炎族3体かブレイズキャノンを1枚除外すると特殊召喚できると、っていうことは墓地から、これ墓地からもね特殊召喚できるのめっちゃ偉いんですけどね。で、この方法で特殊召喚すると、除外状態の炎族モンスターの数かける500ダメージを相手に与えるということで、まあ、結構ね 3,4 枚くらいは大体除外されてるのは2000ダメージとかを相手にぶち込むことができます。で、デッキからボルカニックトラップカードをその後セットすることもできますので、ボルカニックのトラップカードは、エミッションっていうカードとか、このインフェルノっていうカードが一応妨害、とか特殊召喚するカードになってまして、これで、バーンダメージとか、まあ、妨害を構えていく感じの、デッキになってます。で、相手がモンスターを特殊召喚するたびに500ダメージという、まあ、うんこ投げつけ効果もありますので、まあ、一応これを、出すと相手は結構、まあ、うざい。2体並べば1000番ですからね、これ。はい、ということで、まあ、ボルカニックエンペラー2体並べて特殊召喚するために1000番を与える動きか、またはこのデッキ先行ワンキルもできますというところで、まあ、ちょっと一番初動がなくて、先行ワンキルには、まあ、トルーパーっていうこの最強モンスターと、これとなんか課金モンスターとか、このボルカニックブレイズキャノンとかがないとちょっと難しいんですけども、ボルカニックのこのトルーパーが一応今回そのキーカードというか、これを持ってきたいんですよ。これから動き出したいんですけども、これね、やっぱね、ちょっとね、誘発環境じゃないですか。ちょっとね、誘発受けが悪いんですね、ボルカニックトルーパーさん。まあ、無限保養エフェクトベーラー、ウララなどなど、まあ、いろんなカード踏みますし、まあ、それら全部踏むことによって、そのやっぱコンボパーツが揃わなくなっちゃうので、こいつを軸にしたデッキだとちょっと厳しいなと、いうところがありまして、やってる感じで、まあ、じゃあどうしたらいいかっていうところで、まあ、貫通能力を付与する意味合いでも、スネークワイト財宝のギミックを借りるのが一番やっぱ、炎属テーマなので、カラガリビビも、共有できますし、サポートを。っていうところで、今回は財宝ギミックをぶち込んだんですよ。財宝ギミックと、あとその、やりたい動き、ボルカニックか、ボルカニックモンスターってやっぱ、これのモンスター3体欲しいんで、手札に引きたいっていうのもあるし、デッキに眠ってほしいっていうのもあるしね。なんで、この辺のね、モンスターをね、めっちゃ入れると、なんかね、意味わからんデッキの枚数になっちゃうんですよね。意味わからんデッキの枚数になっちゃって、まあ、正直、もうちょっとやっぱ削りたかったんですけど、僕の構築力では無理だったっていうので、やっぱトルーパーに妨害当てられて何もできないでエンドとかがめっちゃ起きるから、これ純正で組むと。やっぱ財宝ギミックは多分、ね、あった方がいいと思うんですよね。まあ、正直、バックショットはロマンなんで、バックショットのギミックとかはなくてもいいのかもしれないけどね、曲の。ただやっぱ、俺はバックショットしてえのよ。相手のモンスター全部っぱしたいやん。ちょっとわがまま構築になってるという点だけちょっとご容赦ください。はい。で、まあ、トルパのね、ギミック止められたら、財宝ギミックとかで動いて、スネークアイの力借りて、まあ、展開していけるように、一応してるつもりです。はい。先行ワンキルの方法は動画でやってますんで、よかったらご覧ください。はい。とてもね、楽しいデッキではあるんで、はい。オブライエン好きな方はね、ぜひ組んでみてください。はい。デュエル。スタンバイ。弾丸装填ボルカニックブレイズキャノンを発動。ブレイズキャノンを墓地送って、何かあるな。ちなみに増殖する銃を撃たれたらもう貫通してワンキルしに行くしかないぜ。ボルカニックブレイズキャノンの効果を発動。手札を一体に一度、手札からボルカニックモンスター一体を特殊召喚することができるぜ。あ、なんかある。ゾージーオッケー。まあ、うららあるので一応ゾージーだけはギリギリ耐えられますけれども、うららなければね、もうほんと貫通してワンキルしに行くしかないですけど、はい。無限包容をケア一応できるので、トルーパー君はね、はい、引かれてなければだけど。でトルーパー特殊召喚、トルーパー効果発動。デッキからボルカニックトルパー以下のボルカニックカード1枚を手札に加えることができる。お、これなんもなさそうやな。いて来たか、これついに。なかなかね、先行ワンキル決まんなくて。トルーパーに誘発打たれると結構止まるんで、
とりあえず一回相手の盤面にこれ、トークンを送りつけまして、とりあえずまあないと思うけど無限法要を、まああったら打ってるだろうみたいなね話あるんだけど、まだ召喚権使ってない問題なので、ボルカニックリムファイヤーを召喚、ボルカニックリムファイヤー一体でリンク召喚、現ろサクリファイスアニマ、これはちなみに魔法使いつくモンスターであれば何でもいいです。で、ボルカニックリムファイヤーの効果発動、このカードが墓地へ送られた場合、墓地のこのカードを除外し、デッキからボルカニックモンスター一体を墓地へ送ることができる。そしてもちろん、違うイラスト似てんだよな見た目似てんだよマジで、魔法使い属モンスターと炎属性モンスターを墓地へ送り、現れろ、憑依覚醒大いなる火効果、相手のフィールドのモンスターの打点分ダメージ、そして、ボルカニックブレイズキャノンの効果を発動、手札を1枚墓地を振り、相手のモンスターを爆破バゴーン、そしてボルカニックリムファイヤーの効果を発動、ボルカニックリムファイヤーの効果により、自分のフィールド上のボルカニックブレイズキャノンを除外し、デッキからもう1枚のボルカニックブレイズキャノンを発動、そしてボルカニックブレイズキャノンの効果を発動、一ターンに一度、モンスターを1体特殊召喚できるぜ、いけボルカニックバレット、そして2体のモンスターで IP マスカレーナーをリンク召喚、そして大いなる火が墓地を送られた場合の効果を発動、大いなる火が墓地を送られた場合、カレー術、違う、憑依覚醒かカレー術を持ってこれるぜ、カレー術くれないお手札に加える、そして自分の、墓地のボルカニックバレットの効果によってさらにカードを1枚サーチ、そして現れろ、これが新規診断で追加された新しい王、炎族モンスターを3体ゲームから除外し、現れろボルカニックエンペラー、ボルカニックエンペラーが特殊召喚に成功した場合、除外されている炎族モンスターの数かける500ポイントのダメージを相手ライフに与え、そして敵からボルカニックトラップカードを1枚をセットすることができる、カードを1枚セットし、まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しておいてやるかターンを終了するぜ。ちなみにボルカニックエンペラーは相手が特殊召喚するために500パンとかいうマジ奇名効果もついてるぜ。相手のドローフェイス、一応何があんのか増殖する G をぶん投げてちょ見てみるか、墓穴とかあんのかな、ちょわかんない、墓穴とかはあんまりもうあのこの盤面関係ないんですけどね。ちなみにあ抹殺あんのね、オッケー了解、まあ、抹殺でボルカニックエミッションが抜かれる可能性もあったからなそんな状況はないか、フィールドの炎族モンスターに対象にそいつの攻撃力分のダメージ、過去自分のモンスターだった場合は半分のダメージ、つまりお前は1550のダメージを受けるぜ。なんだこれ、なんかチェーンあんな、まだそこはあんのが1550番ダンカン装填、そして必殺最強トラップカード、カレー術くれないを発動、カレー術くれないの効果により、フィールドモンスターをリリースし3100万、あっ、やばい、ライフ回復されるやつだ、あ違う、あ違う、破壊されないやつだ、危ない危ない、このライフ回復されるやつだったら負けてたよ俺、危ない、危ねえ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 、おいライフ回復されるやつと負けてたわ。あーなるほど、結局なんかトルーパーゲーすぎんだよなこれ、トルーパーゲーミングすぎ。ファイヤーエジェクションの効果を発揮動、おなんかあるな、ファイヤーエジェクションの効果によって、デッキから炎族モンスターを墓地に送りながら、相手の盤面に、ボムトークンなるよくわからないトークンを送りつけるか、またはそのレベルかける100ダメージを与えるという謎効果がありますね。これちなみにあのこれでトークンを送りつけることによって無限保有をケアするという完璧なプレイングで、ボルカニックリムファイヤーの効果、デッキからボルカニックモンスターを1枚墓地を送ることができるぜ、もちろんボルカニックエンペアを墓地を送らせてもらう、そしてボルカニックトルパーを召喚、ボルカニックトルパーの効果、デッキからボルカニックカードを1枚を手札に加えることができる。いやー打つか、ちょっと G がね打たれた場合はもう普通に殺しに行きましょう、はい、先行ワンキルしに行きます、でうららを、無効化し
俺のボルカニックカードサーチャー通るぜ。ボルカニックブレイズキャノンを1枚手札に加えていく。ボルカニック、ブレイズキャノンを発動。ボルカニックブレイズキャノンの効果によるブレイズキャノンを1枚墓地を食わしてもらうぜ。あ、ていうかあれか、これ火球いねえからあれか。ちょっと待って、ワンキルできねえよこれ。トルーパーの効果、手札を1枚墓地に送ることによって、ちょっと待って、墓地に送ることによって、いやこれ無理だな、ボルカニック火球いねえな。トークン生む、リムファイヤーの効果をもう一回使わないといけないんだけど、いやちょっと待って一枚足んねえか。ボルカニックブレイズキャノンの効果を発動するで、ボムトークンを爆破し、あでもこれで持ってこれるか。バレットバレット送んないとちょっと一枚足んねえな、モンスターがいねえな。ボルカニックバレットを墓地送り、相手のモンスターを破壊し500万ちげ、先発サーチだ。ボルカニックバレットの効果、ボルカニックバレットは墓地から500ライフを払うと仲間を呼ぶことができるぜ。そしてボルカニックブレイズキャノンの効果、モンスターを1体召喚。そうだよこれ、トルーパーだったもんな。トルーパートルーパー無理か。一体ちょっと待って、足んなくねこれ。その場合はこっちでいいか。ちょっとあれ、これこの手札先行ワンキルなんかできなそうなんで、マスカレーナ出しまして、でまあもちろんバレットの効果はちなみに単位制限ないのでね、違うやつでやればもう一回使えるという話ですね。で自分の墓地から炎族モンスターの魂を3枚ゲームから除外することにより、あらあらボルカニックエンペラー、そしてボルカニックエンペラーが特殊召喚した場合、除外されている炎族モンスターの数かける500ポイントダメージを与え、そしてボルカニックエミッションをデッキからセットすることができるぜ。まあちょっと1枚足んなかった気がするけど、これで何が起きるかを貴様にお見舞いしてやるぜ。行くぜ、俺はボルカニックエミッションの効果を発動するぜ。ボルカニックエミッションの効果によりデッキからボルカニックモンスター1体を召喚条件を無視して特殊召喚、あらろボルカニックエンペラー、ダブルボルカニックエンペラー。ちなみにお前は特殊召喚するために500ダメージを与えられるぜつまりそいつが2体いるから、お前はモンスターを特殊召喚するために、何いいだろう、お前はモンスターを特殊召喚するために、1000ポイントのダメージを与えられるっていう戦法よ。モンスター特殊召喚するために1000番決め決め、普通に決め。これサイバースデッキくせえな、これめちゃくちゃ特殊召喚するんじゃねえかお前大丈夫か、お前あと4回しか特殊召喚できないけど大丈夫か。サラマングレッツサンクチュアリーいいよ、これ4回しか特殊召喚できないの。まあまあでもあいつボムトークン炎だから意外とこれリンクソアにできたりする。やばい、ちょっとボムトークンを破壊した方がよかったな、ちょっと破壊できなかった気がするんだよ。はいはいはい、お前あと3回な特殊召喚お前大丈夫かマジで、お前そんななんか悠長に特殊召喚して大丈夫か、もう死ぬぞ死ぬぞマジで。バボーンバボーン、あと2回ね、あと2回、あと2回でこのボルカニックエンペラー2体しょれます。ていうかレイジングフェニックス来てないのに、あのサマングレートを使ってんの勇者すぎません？もうちょっと新規来るの待った方がいいのではみたいな話なんですけど、なに、え、ま、マジでお前大丈夫か、あと1回だぞ特殊召喚あと1回やぞ特殊召喚。ちなみに一応マスカレーなので妨害も持ってますから、一応ね、一応どうすんだろうこれ相手マジで。ボルカニックエンペラーさん、次の特殊召喚で2体しょらないといけないんですけど、相手一応トガ姫とかできるのかな、トガ姫、まあドガ姫とかされるとちょっとめんどくせえかな。はい、まあただでも打点抜かれてないからね、3100だから。これマジでどうすんだろう、お相手し生きてる、ちょっと待って
諦めたか、諦めたようだな。いやーなんもねー、かがり火。ちょっともうどこまでスネーク愛強化すんねー、ちょっともう勘弁してやー。貫通札であり初動札はさ、そんな3枚も実装したらあかんのよ。あー、はい、すいませんでした。あ、でも言うてそんなに強くないか相手これ。スネークアイ、あ、でも言うてあれか、回るか、エクセルだからポプルスから入っても別に。はいはいはい、いいでしょう。何もやることないんですけど、まあこっちもスネークアイ展開は一応できるようになってますんで。あとボルカニックブレイズキャノンとかブレイズキャノンが意外と強くて、相手のモンスター処理する一応効果を持ってますんでね、魔法カードが。だそうやいう、そういうカードで、ちょっとぶっ殺しに行きたいというふうに思ってます。なんかあんまり見たことない展開ですね。ファイアーウォールドラゴン使うんですね。そのサクリファイスアニマでファイアーウォールドラゴンをあれですよ、装備するといいですよ。2500盾アップしますから、めっちゃ強いですからね。はい何これ、マジで全然よくわからない展開されてる。俺あんまこの展開見たことないんですけど、これ今流行ってんすか。エンド、え、なんかあんま強くなくね、盤面いけそうじゃね、分からんけど。サイバレットサーキット、何これ。リンクモンスターを対象に自分の墓地からリンク先に特殊召喚、はっはっやばい、ガチでやばいモンスター送りつけられた。ちょっと待って、何これえ、どういうこと、やばいカード送りつけられたんだけど。え、これファイヤーエイジェクションとかって、これ自分のカード破壊できないよ、これ。なんか自分のカード破壊するみたいなコンボない、これ。なんか超マジ移動どかせばいいわけでしょ、これ。なんかさ、ブレイズキャノンカードとかってさ、ボルカニックブレイズキャノンとかってさ、あれだっけ、やべえ、なんか100ダメージしか与えられない、やばいやばい、ちょっと待ってちょっと待って、クソ弱え、クソ弱えけど、いや、まあ、墓地のこのカードを除外する。で、ボルカニックモンスターを1体墓地に送る、墓地に送る。でもエンペラーは出せない。クソ、ブレイズキャノンなんで自分のモンスターを破壊できるんだよ、どういうこと。ちょ、カレー術くれないで超魔人井戸リリースさせてください。超魔人井戸くん、今から炎属性にならない。あちょっとマジでわけわかんねえ、マジでわけわかんねえって言っちゃった。何これ、何、最新版スネークアイって今こういうことになってるの。